こんにちは。今回は2021-2022 J リーグのオフの移籍市場で京都サンガの補強ポイント並びに獲得できたら面白いと思う選手をピックアップしました。本日は2021年の10月29日です。残りは7節となりましたが、京都と岩田の2強が自動昇格圏です。2位の京都と3位の甲府の差は6まで接近しているので、まだ油断をすることはできませんが、京都は2010年以来の J1 復帰が見えてきました。今回は J2 の京都サンガをピックアップしたいと思います。京都以外の J2 の21クラブの動画はすでにアップ済み、もしくはこれからアップする予定です。合わせてチェックしてみてください。本動画の構成ですが、2021年シーズンの京都を簡単に振り返った後、現チームの強みと弱みはどこなのかを数字で示したいと思います。3番目で補強やチーム作りの傾向や考え方を述べた後、今オフに流出や退団や移籍が考えられる選手を6人ピックアップしました。5番目で今オフの最優先補強ポイントを3つ、優先補強ポイントを3つ述べた後、最後の6番目で今オフに獲得できたら面白いと思う選手を18人ピックアップしました。それではスタートです。まず最初は2021年シーズンの振り返りです。 J2 は35節が終了して残りは7試合ですが、21勝5敗9分けで2位に位置します。首位の岩田との差は2のみで、3位の甲府との差は6です。クラブ悲願の J1 昇格が見えてきました。11月7日に行われる38節はアウェーの岩田戦です。これが J2 の優勝争いの天王山と言えます。今度は昨シーズンと今シーズンの成績を比較してみました。昨シーズンは16勝15敗11分けで8位でしたが、今シーズンは21勝5敗9分けです。湘南を3度も J1 昇格に導いた長喜寿監督を招聘しましたが、 J2 を知り尽くした監督を招聘できたというのは非常に大きかったと言えます。35試合で29失点のみと失点数が激減しています。また川崎や若原や浅田などたくさんの若手が台頭しています。今度は京都の強みと弱みを数字で示したいと思います。まずは主要プレイヤーの個人成績ですが、エースのピーター・ウタカは33試合で18ゴール10アシストと文句なしの結果を残しています。宮吉も24試合で9ゴール3アシストと活躍しています。夏に福島から獲得したイスマイラは途中出場ばかりですが、12試合で3ゴールを挙げています。中盤の選手では武田が1ゴール6アシスト、福岡も3ゴール2アシストとなります。今度は守備陣です。守備の要であるヨルディバイスはここまで35試合に出場しています。攻守に絶大な存在感を発揮しています。長身センターバックの浅田が台頭したのも今シーズンの大きなトピックスです。左サイドは浦和から期限付き移籍の荻原が定位置を確保しました。ボランチは高卒2年目の川崎が押しも押されぬ主力に定着しました。キーパーは若原が定位置を確保しています。右サイドバックは飯田が起用されています。今度は各種のスタッツです。見ての通り攻撃に関するスタッツのほとんどが J2 屈指となります。1試合平均の得点数は3位タイで、1試合平均の失点数は岡山と並んで最小タイとなります。ドリブル数も2位でクロス数も3位となりますが、パス数は 452.5 本で13位です。湘南時代と同様でシンプルな攻撃が中心になっていますが、たくさんのチャンスを作っています。その他で気になる数字を挙げてみると、セットプレーからは7得点9失点となります。セットプレーはあまり得意ではありません。平均年齢は 26.28 歳ですが、これは若い方から数えて4番目となります。
平均身長は 177.14cm ですが、これは J2 平均程度と言えます。途中出場した選手のゴール数は7です。今度は京都の補強やチーム作りに関する傾向や考え方についてです。やはり長期ジェ監督になってから平均年齢が一気に低下しました。実吉監督がチームを率いた昨シーズンは 28.48 歳でしたが、今シーズンは 26.28 歳と2歳以上若返っています。予想された通りでキジェチルドレンをたくさん獲得しており、松田天馬はキャプテンとしてチームを引っ張っています。2020年に待望の新スタジアムが完成しましたが、コロナ禍の影響でフルにお客さんを入れることができないのは残念です。今度は今オフに流出や退団や移籍が考えられる選手についてです。川崎は J2 で MVP 級の活躍を見せており、オフの移籍市場の目玉の一人と考えられます。ピーター・ウタカは37歳という年齢がネックとなりますが、衰えを全く感じさせないプレーを見せており、興味を示すクラブが出てくる可能性はあります。もうすぐ33歳となるヨルディバイスも J2 最高のセンターバックの一人なので、引き抜きを考えるクラブが出てきてもおかしくありません。若手選手では若原も流出の可能性があります。一方、出場機会に恵まれていない庄司は退団の可能性が高いと考えられます。今度は今オフの京都の補強ポイントについてです。優先補強ポイントは以下の3つです。得点力の高いインサイドハーフ、若手もしくは中堅世代のウィンガー、スピードのあるセンターバックの3つです。松田天馬がウィングの位置で起用されていますが、やはり突破力のある選手ではないので中盤の方がベターと言えます。その他の補強ポイントはプレースキッカー、アンカーでプレーできる選手、庄吉監督のサッカーを理解した選手の3つです。アンカーは川崎と庄司がポジション争いをしていますが、共に退団の可能性があります。セットプレーからの得点が少ないことを考えるとプレースキッカーも欲しいところです。最後に獲得できたら面白いと思う選手を挙げてみました。まずは得点力の高いインサイドハーフです。愛媛 FC の河村、清水の鈴木唯人、神戸の郷家の3人を挙げてみました。河村は J2 で8ゴールを挙げています。鈴木唯人と郷家は共に U22 日本代表に選ばれています。郷家は183センチとサイズがあるのも魅力です。今度は若手もしくは中堅世代のウィンガーです。横浜 FC の松尾、鳥栖の小山津、鹿島の松村の3人を挙げてみました。3人とも爆発的なスピードが武器となるサイドアタッカーです。小山津は2017年から2019年まで京都で主力として活躍しました。今度はスピードのあるセンターバックです。仙台のアピアタウィ久志、松本山雅の星京安、セレッソの鳥海の3人を挙げてみました。アピアタウィ久志は190センチの大型センターバックです。松本山雅の星京安は横浜 FC が保有権を持っています。セレッソの鳥海は千葉で活躍しました。今度はプレスキッカーです。柏の神谷、清水の西澤、千葉の田口の3人です。神谷はキシチルドレンの一人で、ボランチでも2列目でもプレー可能です。今度はアンカーでプレーできる選手です。柏の椎橋、 FC 東京の岡崎、ガンバの奥野の3人を挙げてみました。椎橋と岡崎は共に東京五輪代表チームでもプレーしました。奥野も年代別代表で活躍したボランチ系の選手です。最後は長吉ジ監督のサッカーを理解した選手です。湘南の杉岡、ルビン火山の斉藤美月、
大分の坂の3人です。いずれも湘南時代に長期瀬監督の指導を受けて大きく成長しました。斉藤美月は夏に湘南への復帰が噂されました。坂は2018年から2020年まで湘南で活躍しています。以上になりますが、コンオフ並びに来シーズンの京都はどうなるでしょうか。とにかく注目されるのは昇格なるかです。終盤までもつれることなく早い段階で昇格を決めたいところです。早い段階で J1 昇格を決めることができると補強の動きも早く進めやすくなります。久々に J1 で戦う可能性が高まっていますが、昇格1年目からJ1 で旋風を巻き起こしたいところです。ちなみに長期瀬監督の J1 での最高成績は湘南時代の2015年の8位です。今回の動画は以上です。本動画では京都サンガをピックアップしましたが、京都以外の J2 の21クラブの動画もすでにアップ済み、もしくは今後アップ予定です。見逃し防止のためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は毎日夕方の18時ぐらいにアップしています。最新の動画をチェックするときはそれ以降の時間帯にアクセスしてください。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。